おお。おお。なんという味だ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。何？
いや。何？お客さんどうです？遊んでいきませんか？ねえ、どうですか？ねえ、ちょっと、寄ってって。ねえ、ちょっと、女の子どうですか？何？ああ。ん？はあ？ちょっと下がろう。やっぱイタリアさんは違うな。ねえ、足くせえんだよ。やんのか。Yeah!
おお、あ、
おお。よかった。そこは適当に合わせておいてさ。電話するよ。それ取れねえだろ。どこ行こうか。やだ部長から。おーおー、ちょっと下がろ。財布置いて消えろ。やだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。おお、どうですか、飲んでいきましょう。いっぱい飲んでか帰りたいですよね。おい、金出す。何なんだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。次の花金にどう？電話するよ。
やっぱり酒は命の水だな。これで話をしやすくなったな。どうとも、酒のおかげで口も滑らかよ。大丈夫なんだろうな。大丈夫大丈夫。つっても俺らが知ってることなんて大したことないと思うけど。立花不動産の仕事をしたことがあるって話だが。ああ、言われた場所に一日中居座っているだけ。地上げの嫌がらせにさ、簡単なバイトだよ。さっきも一件終わって日当もらったとこでさ、明日からまた違う場所で居座り。さっきまでやってたのってハクアビルだろ。俺も見てきたから知ってる。なんだ、それ知ってんだったら他に何が聞きたいの？そのバイトってのは立花不動産の方から声をかけてくんのか？ああ、今のあんたみたいに俺らに近づいてきてね。そうだ、東上会のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよ。その連中も地上げ屋だ。今時はホームレスも使いようなんだね。俺たちは立花さんとこだろうがヤクザだろうが金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさ。なるほどな。もう一つ聞かせてくれ。立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるか？ああ、それならチャンピオン街だね。よく出入りしてんの見かけるよ。あの辺りは今地上げのメッカだ。なんせ小さな飲み屋ばっかだから、そこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ。立花不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか？多分ね。ただあそこは立花不動産だけじゃなくて東上会の連中も狙っているから、あんたみたいなヤクザが行ったらあそこの住人たちに煙たがられるよ。そうか、参考になったよ。ありがとう。よかったじゃん。おっと、あ、何？
おい。何？いや。うわ。ああ。ええ。
何？
か。
おい。会社欲しいなぁ。よっ、あ、危ない。
おい、そこのあんた何しに来た。この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか。あんたまた登場会の若い衆か。いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら立花不動産に何の用だ。あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。お前らはここらの店をゴミとしか思ってないんだろうが、俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したきゃ俺ら殺すしかねえぞ。俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな。お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ。なんだこいつ。少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は立花不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか。違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと。そうでしょう、小田さん。どうも。誰かと思えばスナックナマセのお兄さんか。あんた片木の人間とか言ってなかったか。なかなか信じてもらえねえが、今は仇だ。前は道島組にいたがな。道島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる。あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あ？あんた名前は？キリュウだ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。わかりました。じゃあそのように。え、それじゃあ。社長は何つってた。うちのことを深く知りたいなら昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、わかった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か。ま、一応ね。社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地は神室町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだし、うちの社長が言うにはここらは神室町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。白亜ビル？
あそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナック生瀬の店長を見たろ。さも仇の被害者ですって面してたがよ、あいつらだってよそから流れてきた時、元いた住人を追い出してんだから、因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね、偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな、大抵の現場は俺が仕切ってる。で、あんた結局どうするんだ。うちの社長に会いに行くのか。ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。俺は立花から呼ばれてきたんだ。お前ら立花不動産の人間じゃないのか。ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか。何？うちの織田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだと？織田が？おれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ聞こえなかったのか？さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしねえ。だが呼ばれた先で門前払いとは
コケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。どげ、お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがって、どうなっても知らねえぞ。お前は織田。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。河室町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。
嘘だろこの俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ信じらんねえ織田納得しましたか織田さん俺の負けですよ社長どうなってるあんたも承知で織田に俺を試させたってことなのかええ織田さんは私にとってかけがえのない片腕ですだから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありましたそうかよ俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜさっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていたタチバナそろそろ腹の中に隠してるもん見せろあんたはなぜこの俺に近づいてきたその理由は何なんだいいでしょうですがその前にあなたはこのカムロ町という町を何と見ますかカムロ町さあな質問の意味が分かんねえ私はね桐生さんこの町は堂島組をはじめとする東条会の餌場であると見ています一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金そこからあふれる甘い汁は全て東条会の極道たちに吸い上げられる何が言いてんだ東条会が力で光り輝かせるこの町に私は風穴を開ける人間ですこんな風にねは力私は自分の力がこの先どこまで東条会に迫れるか試してみたいですがまだまだでしてねあっ今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですがいずれは殻の一粒を手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりですあの土地はそれだけの価値を生みますあんたは一体桐生さんがご存知かどうか東条会という組織は決して一枚岩ではありませんその証拠に東条会にはこの私に協力するある一人の人物がいますそして
私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。登場会の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東条会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと。おやっさんが。あなたは堂島組の若頭補佐、久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ空の一壺の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは空の一壺の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は空の一壺をめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば、彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。ですが、それを承知であなたが我々と手を結ぶことを、他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは、久世があなたに近づくことも、あなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさか、いくらおやっさんでもそんなことまでわかるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか、東条会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとって、あなたの周りに起こることを予測するのは容易いはずです。そしてその風間さんが空の一壺を手に入れる目的は、おそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやっさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと、私はそう信じています。なんだと。バカな。ご理解いただけましたか、桐生さん。立花、あんたがおやっさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるには、これがその証拠になると。これはあなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやっさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。俺にはまだおやっさんって人がどういう男なのか、まるで分かっちゃいなかったってことか。だが、あの人が俺に何かを望むなら、俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日、おやっさんに逆らって極道になった時から、そう決めていた。ではこれから、どうぞよろしくお願いします、桐生さん。